1990年の日本では、1990年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも、以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。新語、流行語対象の新語部門は、ファジー、流行語部門は、 ビマル子ちゃんが金賞を受賞した。海遊館、サンリオピューロランド東西に分裂しており、冷戦の象徴的存在だったドイツが、西ドイツ主導で東ドイツを再統一し、1945年、以来の東西ベルリン市が首都に復帰した。一連の民主化を求める東欧革命の流れの中で、急速に再統一が実現した。一方で、冷戦構造で戦後世界に、 東側諸国の名手として君臨してきたソビエト連邦は厚生連邦国家の独立宣言が相次いだ年でもあり、この年から翌年にかけて急速に有名無実化したソ連政府は1991年12月25日に活動を停止することをゴルバチョフ大統領が発表し、最大の厚生主体共和国であったロシア連邦が主な後継国家として独立したことで、 事実上ソ連は滅亡した。東欧では旧ソ連から独自性の高い地域であったウクライナとベラルーシなどが新たな独立国となり、名実ともに1950年代から続いた欧米地域の東西冷戦構造は解体されたが、中国の首都北京での民主化要求が挫折した天安門事件などを経たために東アジアや東南アジアでは、 冷戦期の国家が存続した状態で21世紀を迎えた。道路鉄道航空流航語ファッション、東京都庁舎文学漫画法画用画、TBS ラジオ、森本武郎、スタンバイ。放送開始。2019年現在も放送中。特撮コマーシャルコンピューターゲームスーパーファミコニア級、ズモープロレスモータースポーツ競馬。ありがとうございます。